丸亀協定場丸亀ボートレース場は、香川県丸亀市にあるボートレース場である。主催者は、丸亀市、香川県中部広域協定事業組合。レース場ロゴなどをはじめ、ひらがなで丸亀と表記されることが多い。ことひらぐるのある香川県にあるため、船県の締め切り5分前から、民謡のコンピラ船船のメロディーが流れる。 2007年11月19日に2010年を目標にナイター競争を開催する予定であることが丸亀市より発表されたが2008年6月5日にはナイター競争の開催を2009年5月に前倒しすることが発表された。そしてナイターの愛称を日本全国から募集した結果、瀬戸内海の風景等により丸亀ブルーナイターとなった。 2010年、通称をボートレース丸画面に変更。2015年、現在の協定場名に変更。2012年7月28日に新スタンドがオープンし、様々な食が楽しめるフードコートや公開解説等が行われるサテライトスタジオ、それと同時に外交発売所のビリポート丸画面もオープンした。また、3回指定席はマリンシート、 4回ロイヤル席にスカイシートという愛称が付けられ、キャッシュレス会員の B カード会員であれば最上階のスカイシートでの在籍投票も可能になった。マスコットキャラクターはカメのスマイル君。レース実況はメディアターナーのカジニッシュたちが担当している。2015年夏までは谷口治が担当していた。2009年4月21日に 全国の協定場で5カ所目、そして中四国の公営競技場としては初めて、丸亀がナイター競争、丸亀、ブルーナイターをスタートした。今までの4カ所は、照明灯の形が横長であるが、丸亀は横浜スタジアムの照明灯に似た形を採用している。なお、2011年4月の開催では、東日本大震災の影響もあり、 久々にデイレースで開催されていたが、同月末より通常時と同様のナイター開催に戻っている。競争水面は海で、水質は海水。インの勝率は全国平均に比してやや低く、センターやアウトからの差しやめくりが比較的多い。また、インと2コースに競合選手が入ると、オッズが極端に偏るため、一般戦では番組の編成者が配慮して、 陰に強い選手が固まらないようにしているようである。水面は石垣で囲まれていて綺麗である。また、調位差が大きい協定場であるため、水位に応じて大時計等の高さが変わるようになっている。なお、レース中、戦闘艇が最終集会に入った場合、最終集会を示すダシオンが入る。周年記念として、協国賞が行われている。 企業杯として JR 四国ワープ杯競争が行われている。正月には市長倍総奪丸亀協定大賞。ゴールデンウィークには現役時代に瀬戸の大魔人と呼ばれた秋正人を称えた秋正人杯総奪瀬戸の大魔人大賞。おぼには RNC 杯総奪サマーチャンピオンレースが行われている。年月日のスポーツ日本カップから 第8レースに、丸っぽで5、侵入固定競争が始まった。また、第1レースは1号艇のみ、A 級の、ウェルカム、ブルーナイターオープニングレース。第5レースは、5号レース。第6レースは、アフターファイブレース。第12レースは、ラストバトルと5つの企画番組が行われている。予算線丸亀駅から、随時運行の無料バスをはじめ、 境で方面からの無料バスや水島港、フェリー桟橋から高速無料線が運行される。かつては四国各県の他岡山駅前からの無料バスの運行もあった。今では全国的に珍しくなったアクセス交通費の払い戻しサービスを最大2000円の範囲で行っている。鉄道の場合は JR の往復分のみが対象で、 当日発行の往復乗車券のまた券を持つことや18時までに受付を済ませること等が必要である。なお、2020年4月4日より、運賃払い戻しサービスの見直しが行われ、高速道路料金、ことでん、高速バス、フェリーはサービス対象外となった。ありがとうございます。